それは能力が問われる時代になってきたんです。何でもかんでも安く売ればいいという時代ではないんです。売る側が大変大きな責任を持つ時代になってしまったんです。実はそのことが作った側よりもそれを選んできて売る側の方が責任が大きいという時代として捉えなければいけないんです。だから説明責任というのが今大事な時代なんです。またここに、この2つの事例はいずれも説明責任がいかに世の中にとって大事かということを説明するための一枚です。これだけの行動補足説明をしてようやくこの仕事が理解されるということになる。決してニトリさんのためだという話を説明したので余計なことを覚えてからね。ニトリの土鍋から鉛が出ることだけ今日覚えたなんてダメですよ。イケアのやつは金出ませんからねそういう話ではない。こういうような形でテクニックの一つのあり方として見えない文章とか行間をあえて作った上で相手に物事を見せてしまう。でそれを行動説明が欲しくなるような、もっと聞きたくなるようなあえて隙間を作った、隙を作る、隙間を作る、どっちでもいいんですけど、そういうようなテクニックがプレゼンテーションの中ではただ行われる、こういうような話になります。2つ目のテクニック、良いプレゼンテーションの知りたくなる仕掛け、さっきの話と仕掛けとかビジュアルがあるという話、これも同じです。これだけ見たら何だかわからないという話になります。果たされるべき説明責任不在の極端な例みたいな、さっき散々大事ですよ大事ですよと言ってきました。説明責任ということが非常に大事な時代ですよ。でもぐちゃぐちゃにしてしまったような自治体も中にはあるんですねって話の